全国障害年金パートナーズの動画。こんにちは、障害年金コンサルタントの宮里です。買い物をするときなんかにタグについているバーコード、もう見慣れたバーコードですが、白黒の線だけで表示されていてつまんないですよね。シンプルとも言いますが、今の世の中、服も家具も家電もおしゃれなものであふれています。バーコードだっておしゃれなものがあってもいいじゃないですか。そんなわけで、高校生が面白いバーコードをデザインしました。それがこちらです。本を積み上げてバーコードに見立てたものや、サーカスのテントにテーブルクロスの柄、どれも素敵だと思いませんか。このバーコードデザインに対してこんなコメントが来ているようです。こんなバーコードがあったらめっちゃ集めちゃいます。可愛くて素敵です。発想力次第でいろんな可能性がありそう。このバーコードをデザインしたパンダさんに、今後はどんなデザインを作っていきたいですかと聞いたところ、このような回答があったそうです。これからは私のデザインで人の役に立てるものや、人を喜ばせられるような絵を描いていきたいです。まだ高校生と若いのに、人の役に立つことを考えるなんて本当に素敵ですね。私が高校生の時なんか、いかにして自分が楽しんで楽するかばかり考えていたものです。今更遅いかもしれませんが、このバーコードをデザインしたパンダさんのように、人の役に立つことや、人に喜んでもらうことを私もしたいものです。うつ病の人に障害年金を届けることがそれに該当すると思いますので、今日も精一杯障害年金のサポートを頑張ります。うつ病で経済的不安を感じている人は、魔法の靴とうつ病になったティラノサウルスという動画をご覧ください。あなたの不安解消につながるはずです。また、あなたのうつ病で障害年金を受け取れるか、私たちが無料で判定しますので、画面右上のリンク先からお申し込みください。